はいどうも、しげぞうです。今回は高齢者に対する支援と介護保険制度の高齢社会白書見ていきたいと思います。社福試験第36回ではこういった問題が出ましたね。今回は高齢社会白書を見ていきたいと思います。問題126、令和5年版高齢社会白書に示された日本の高齢者を取り巻く社会情勢に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいという問題でございますね。こちらが選択肢でございまして、正解はこちら、2番、高齢化率の倍化年数をアジア諸国で比較すると韓国は日本よりも短い年数となっているということでございます。この倍化年数とは、人口の高齢化率が 7% から 14% に達するまでに要した年数のことでございます。この令和5年版高齢社会白書を見ていきますと、令和2年2020年の世界の総人口は78億4095万人であり、令和42年2060年には100億6773万人になると見込まれているということでございます。そして高齢化が急速に進展すると見込まれているということでございます。倍化年数で比較してみますと、日本は昭和45年に 7% を超えると、その24年後の平成6年に 14% に達したということなんですけれども、フランスでは115年、スウェーデンでは85年かかっているわけですね。日本は早いわけですね。さらに韓国では18年、シンガポールでは15年となっていて、日本よりも早い倍化年数となっているわけでございます。ですから正解は、韓国は日本よりも短い年数となっているということでございます。ちなみに日本の高齢化率は、我が国の総人口は令和4年10月1日現在1億2495万人となっていて、65歳以上人口は3624万人となり、総人口に占める割合高齢化率も 29.0% となったということでございますね。となりますとね、少ない若い人たちでたくさんのご高齢の方を支えていかないといけない、そういうことですね。そうなると大事なのがやはり健康づくりですね。できるだけ高齢者の方も健康で長く活躍していただくと、それが大事になってきますね。高齢者の健康につきまして、健康状態が良いことが社会活動への参加につながる可能性があり、また社会活動に参加することで健康、体力に自信がつき、さらなる参加につながるというね、好循環を生み出すことも可能であると考えられております。また高齢者になる前から自らの健康に関心を持つことも健康につながる可能性があると、さらに社会参加活動によって健康や体力に自信がつき、それが生きがいにつながるとも考えられております。ここでね、新潟県佐渡市の和太鼓を活用した高齢者の健康づくりと社会参加についての事例がございますのでご紹介いたします。新潟県佐渡市、人口49,947人、高齢化率 42.7%、 すごいですね。は、毎年約1000人が減るというね、大幅な人口減と高齢化によりコミュニティの維持も困難になりつつある、まさに日本の課題の縮図とも言えるような状況であるということなんですね。市の介護予防教室の一つとして和太鼓を活用したエクササイズが実施され、高齢者の健康増進や認知症予防のみならず、社会参加の促進やコミュニティの再活性化、地域の課題の解決に町ぐるみで取り組んでいるわけでございます。和太鼓を使って体と頭を使うエクササイズを行うわけですね。参加者からは、曲がった腰が伸び姿勢が良くなった、2階まで階段で上がれるようになったなど、基礎的な体力の向上が報告されていると。また参加していくにつれて表情が明るくなった、内向的だった性格が社交的になったというね、心理的な効果も現れているということでございます。さらに教室の後に参加者同士でお茶や食事に行くなど、社会参加のきっかけとなって、修了者同士で
自主的な活動グループを立ち上げて、市の文化祭で演奏を披露したほか、メンバーによる旅行も企画するなど、コミュニティの形成にもつながっているということでございます。今後の展開として、60代の方はまだ就労率が高く、参加者は70代以降の方が多いため、早期から参加してもらえるよう活動の周知を図るとともに、週末の開催も検討していると。そして今後はより多くの市民に参加してもらい、最終的には健康寿命の日本一を目指しているということでございますね。素晴らしいですね。健康寿命日本一、そうなればね、たくさんの人が注目してね、佐渡に来る人も増えるんじゃないでしょうか。私ね、数年前佐渡に行ったことがございますね。車ごとフェリーに乗って行きまして、佐渡島をぐるっと回りましたね。佐渡はね、見どころがいっぱいありますからね。私はね、1泊2日で行きましたけどもね、できれば2泊3日ならゆっくり回れると思いますね。有名なのはね、佐渡金山ですね。実際に洞窟の跡を目の前にすると圧倒されますね。金山はね、昔はものすごく繁栄してたわけなんですけれども、今は廃墟になっているわけですね。廃墟マニアの方は必見でございますね。哀愁と言いますか、ノスタルジックと言いますか、えも言われぬ感情になりますね。佐渡はね、自然も美しいですよ。素晴らしい夕日が見れますね。自然が美しいでございます。昭和天皇も泊まられたというね、旅館に泊まりましたね。男一人の旅でございます。佐渡は島ですからね、海の幸美味しいですね。島の乙女の黒髪恋し、またも生きたや花の佐渡でございます。はい、ということで今回は高齢者に対する支援と介護保険制度、高齢社会白書について見てまいりました。この動画が良かったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。